コンチャスクです。ホームスケープ続きやっていきます。現在のパズルレベルは1778です。現在のストーリーは、ここにいる幼馴染のロビーが木工大工なんだけど、フェスティバルに出展する予定だったこのボートがね、壊れちゃったんで、みんなで修理して、でまああらかた治ったんで、協力してくれたみんなと一緒になんかハンバーガーパーティーを開いてるところです。まあもうみんなハンバーガー食べ終わったのかな。ここのテーブルの皿に山盛りあったんだけど、もう一個も残ってね。そう、俺もハンバーガー食べたいな。というわけでストーリーの続きをやっていきます。ミセスブルームと話す。そう、そのボートを出展するフェスティバルにキャサリンも誘いたいんだけど、なんか家の用事で来れないとか言ってんだよね。でそれを説得しようって話だ。ステファニー、ちょっと話していい？キャサリンのことなの。どうして彼らと一緒に行かせてくれないの？前に彼女抜きでやったじゃない。あ、そうなの？ずーっと家の行事、もう伝統だからキャサリン抜きじゃ考えられないみたいな話だったけど、キャサリンがいない時もあったんだ。家族の伝統なの、理解すべきだわ。他の時ならいつでも行きたいところに行っていいわ。でも今週末はダメ。ダメなんだ、やっぱ。でも彼女は喜ぶかしら？あなたも若い頃の自分を思い出して。あの頃あなたのご両親がロックコンサートに行かせてくれなくて、あなたは家からこっそり抜け出したわよね。そうなんだ。それとこれとは話が違うわ。私はあの時はただ、もう夜も遅いわオリビア、帰らないと。また明日ね。ちょっとだけ動揺したぞ。心の隙間があったぞ今。母さん、彼女は何と言ってましたか？キャサリンを来させてくれるんでしょうか？わからないわダーリン。彼女の弱点は見つけたと思うの。それが明日聞いてくるかどうか様子を見るわ。でも今は切り上げましょう。やるなママ。1日が完了。終わっちゃった。よし、ちょっと待って、なんか話す？ミセスブルームに弱点がある。彼女は岩みたいにどうのこうの。すごい言いようだな。私が間違っていたのかもしれません。そうだったら彼女はキャサリンがどうのこうの、そうなってほしいんですが、明日わかるでしょう。よし、じゃあ寝るか。早速新しい一日を始める。寝よう。なんだ？ああ、そんな、またですか？え、何が？ああ、また天気が悪い。マジで？オースティン、また嵐が来るようだ。ボートがまた壊されないようにボートをくくりつけよう。大丈夫だよ、もうどこにも行かない。この間の一件の後毎晩チェックしてるんだ。心配はいらないよ。え、どういうこと？ふう、お前がいなかったらどうしていいかわからなかったよ。よし、一眠りするか。明日は大事な日だからな。ああ、明日がフェスティバルか。次の日。あ、無事だったね、どうやら。ほら、ボートは大丈夫だよ。フェスティバルの日、ボートを仕上げよう。スケッチのように尾と翼をつけよう。ほう。ふむ、オースティン、どこで手に入れたんだ、そんな尾と翼なんか。ラウリに頼んでみよう。彼は想像でどうのこうの。今電話めっちゃ早くなかった？もしもし、セニョール・ラウル、オースティンです。ちょっと手を貸してもらえませんか？どうだったんだ。よし、大丈夫だそうです。おう、やったぜ。まあ、新しく部品が必要なんだな。じゃあ頼んだぞ。よし、じゃあ続き見ていこう。まだ終わってなかったんだな。音翼をつける。これどうやって持ってくの？すげえ邪魔じゃねえ？現場で組み立てりゃよくね？部品もらえたんならさ。できた！ほらロビー、ボートが修復できたよ。ずっと良くなった。できるとは思ってなかったんだよね。ほぼその通りだ。スケッチ通りになったが、まだ仕上がってない。え、そうなの？何を考えているんだい？スケッチでまだ残っていることがあった？想像力を限界まで働かせることが大事なんだ。アンディからそれを学んだ。俺の創造性を解き放ってボートを装飾するぞ。お前結構アンディ寄りだな。マジか。めんどくせえタイプだな。だったら私も彼の助言に従って勇気を出して君の部屋を仕上げるよ。ロフトにコーヒーテーブルが必要だ。いらなくね？別に勇気を出して部屋を仕上げるって何なんだよ。ボートの件では手伝ってくれてありがとう。お前がいなかったらできなかったよ。可能にするのが執事の仕事なのさ。
それに君のハンバーガーが大好きだからね、ハンバーガーさえ作ってくれれば何でもするよ。よし、じゃあ続き見よう。テーブルを置く、ボートを飾る。まあボート飾ったらなんかもう終わりって感じがするから、テーブルを置こう。じゃあちょっとやっちゃおう。あ、ここ?あ、ここ。こ茶色のテーブルがやっぱいいけど、まあこの三角だし緑だし、これだね。実用性微妙だけど。でもおしゃれだね。三角のテーブルなんかなかなかない。このテーブルはお茶にぴったりです。うわじゃねえよ。いきなり何すんの。まあ俺もしょっちゅう飲み物こぼすから人のこと言えないけど、ああ私としたことが、新しい床にお茶をこぼしてしまいました。もう全部コーヒー色に塗ったら床。待ってください、スクさん、このお茶の水たまりはちょうど羅針盤のようじゃないですか。そうかな。まあなんか絵を描いてもいいんじゃない、床に。もしかしてお茶がここに羅針盤をかけと言っているのでは。都合良すぎだろ。異論はありませんよ。うちの船は風向きを知る必要があります。はい、じゃあアンディ呼ぶか。でもまずは床を洗いましょう。そうだな。あ、自分でやるんだ。ストーリー進めて掃除するのかと思ってた。私がお茶を床にこぼした時にお茶が私にどうのこうの。お、綺麗になった。読み切れなかったけど。だったらペンキをこぼした時もペンキが同じようなことをしてどうのこうの。その床のシミで何を告げようとしていたんでしょうか。ああ、お茶じゃなくてペンキの時何だったんだろうって。まあその色に塗れってことだったんじゃない。まあいいや、続き見よう。羅針盤を書く。これやろう。自分で書くの。あ、自分でやるんだ。アンディじゃないんだ。あ、かっこいい。あ、いいね。どれもいいけど、そうだなぁ。いやぁ、どれもいいなぁ。なんとも言えないけど、あぁ、どうしよう。これなんかちょっと手裏剣っぽさがあるんだよな。こっちの方がいいかな。これの方がシンプルかな。これちょっとなんかごちゃごちゃしてる。このシンプルな、これがいいや。おお、おお、無駄にかっこいいな。これでいつでも風がどこから吹いてくるのか分かるようになりました。え、羅針盤って風向きじゃなくない？方位磁石のことじゃないの？嵐が突然やってくることは二度とありません。それは天気予報士に任せろよ。お前オースティン、ここでまた作業を続けているんだから、私のものを使ったらどうだ。洋服ダンスに入っていた私のスーツケースがいいぞ。でもどこに置けばいいんでしょう。旅のテーマに似合う棚とサイドテーブルについて話しているのなら話は別ですが、父さんのスーツケースで棚とサイドテーブルを作ったらどうでしょう。前に雑誌でそういうのを見たことがあるんです。父さん、そのスーツケースが必要ですよ。お分解するってことだな。床に羅針盤を書くなんてどうのこうの。なかなかやるじゃないか。自分の手柄にするわけにはいきません。お茶がヒントをくれたんです。え、今パパもお茶飲んでるけど、こぼすなよお前、こぼすなよ。私もお茶を飲んでいつかこういう羅針盤を書きたいな。つった。ここにいいものがある。休憩の時間だな。いや別に面白くない。面白くなさすぎて面白いわ。よし、続き。棚をサイドテーブルとして使う。はい。おめっちゃ分解したってことだよね。いやもうここまで緑だとちょっとくどい気もするな。青はないな。茶色が本当はいいんだけど、まあ緑にするよね。くどい。もう緑が相当くどい。このな、どうのこうの。え、もちろん大西洋だ。どうのこうの。洋服ダンスの中よりもこっちがどうのこうの。全然読めなかった。ここにスーツケースはすごく似合いますね。最高の執事ですよ旦那。いつでも部屋の説明はいたします。口調がめちゃくちゃなんだけど。旦那ってなんだよ急に。パパだろ。オースティン、部屋のデザインにはいつも鍵となる装飾があるんだ。それを私は持っている。模型の船だ。でも父さん、それはロビーがプレゼントしてくれたものですよ。ぶっちゃけそんなにいらなかったんじゃない。置き場所に困ってるんでしょ。だからまあここの部屋が合うんだったらここに飾ったらいいじゃん。フラット見に来たらいいよ。そうなんだ、私へのプレゼントだから私が使いたいように使うんだ。それにちゃんと付け加えるぞ。
翼を際立たせるんだ。翼？そういうのであれば、だったらどうぞ何なりとお手並み拝見といきましょう。スーツケースの椅子はどうだ、オースティン。それかスーツケースの椅子。洋服ダンスにはまだたくさんのスーツケースがあるぞ。全部いらないから全部使ってくれ。いや父さん、ここにはもう十分腐るほどあります。もういりません。自分で何とかしてください。よし、続き見よう。模型の船を取る。ボートを飾るが全然たどり着けない。ああ、いいんじゃない。あ、めっちゃいいじゃん。わあ、壮観ですね。どうやってロビーの船を瓶に入れたんですか。あ、本当だ、すげえ。ボトルシップってやつじゃん。すげえ。これってさ、一回分解してさ、中でピンセットで組み立てるんだよね確か。真の達人は秘密を明かさないもんなんだ。すげえ。この部屋に船まで揃ったからには足りないものが気になりますね。宝箱です。ほう。アンティークを売るウェブサイトを知っているんだ。そこにはきっと古い海賊の宝箱もあると思うぞ。なんで急に口調がパパっぽいんだ。どうやったんですか。分解して中で組み立てたんですか。そんなことでもないぞ。ヒントをやろう。お前がどうのこうの。うわー、読めなかった。読めなかった。今読みたかった。何、ふむ、帆やマストを折りたたんだとか。瓶が実は真っ二つに割れてんじゃん。いや、実は瓶の底が取り外しできるんだ。やっぱな。そういうことだと思ったわ。でもさ、ボトルシップってさ、その中身のやつにさ、ホコリかぶんないからいいよね。瓶だけキュキュッと拭けばさ、掃除簡単じゃん。めっちゃいいと思うよ。誰です、こんなに散らかしたの。散らかってんの。このホコリはどこから来たんでしょう。いや、ここめっちゃ作業してたんだから、ホコリぐらい出るだろうよ。ほっとけよ。よし、続き見よう。宝箱を置く。おー、へー、まあやっぱ宝箱っつったら、これ宝箱っぽくない。まあやっぱ宝箱っつったらこの色だよね。オレンジと赤っぽい色。でもまあ緑に統一してるんで緑色の宝箱にするけど、うわー、なんかもう統一しすぎてて全く存在感がない。ただの邪魔な何かだ。すごい宝箱ですね。海賊が持っていたものみたいです。私の部屋にも一つ欲しいですね。フリント船長がくすねたクラッカーのために使うと思います。中に何が入ってるんでしょう。お、なんか出てきた。それにウェブサイトで言っていたように宝箱は装飾にも似合いますよ。うん。それで手すりを飾りましょう。地下室にあった古い怒りも使います。ここに怒りを下ろすんです。おお、いいね。ぽいね、ぽいね。船っぽいね。宝箱がずっとここにあったみたいです。それはない。中に入っている宝物を手に入れられたら。スクさん、宝物を売っているウェブサイトは知りませんか？いや、知らない。自分が大切なものって思ったものが宝物でいいんじゃないの？もう何も言わなくなっちゃったけど。よし、じゃあ続き。手すりを飾る。おお、いいね。無駄に輝かしくなった。ウィングが海賊船の船室みたいになりました。スクさん、もしかして造船の経験が終わりで？いや、俺は何も言ってないですけど、お前が勝手にやってんだけど。本物の補船を作れたらなって思ってます。部屋のデザインとか芸術作品とかじゃなくて、舗装できる船を作ることが、それが私の夢なんです。まあ、やったらいいんじゃないの？いつか暇な時にさ。なんか喋る？この階段のバグ直んないね。ずっとチカチカしてる。出航して新しいどうのこうの。なんて？どんな名前になるでしょう？オースティンランド？ああ、新しい島を見つけたいっつってたんか、今。そうなった時のために名前を考えておきましょう。いいんじゃない？考えとけば。まあ単純にオースティン島でいいんじゃないの。よし、じゃあ続き。お、いよいよボートを飾ります。いよいよ完成するのか、これ。なんか上くるくる回り出した。すごいよな。綺麗だ。アンディが言っていた真の芸術作品そのものだ。早くフェスティバルで披露したいよ。
まあまあ急がないで、ボートの飾りについてちょっと考えていることがあるんだ。オースティン、お前も内なる芸術家に目覚めたのか。執事は常に芸術家なんだよ。シワ一つなくベッドメイクしたり、完璧な適温でお茶を出したりするのが芸術でなくて何なんだ。心配はいらないよ相棒、傑作を台無しにはしないから。気球を装飾してロープにリボンをつけたらずっと良くなるよ。気球装飾すんの？結構シンプル。ん？不意にドアがノックされて、結構シンプルな方がいいと思うけど。やあミセスブルーム、やあキャサリン。考えを変えさせようと努力をするのは結構だけど、やっぱりキャサリンにはパエリアを作ってもらうことに。え、そうなの？残念ですが理解はします。家族の伝統があるんですから。あらら、坊やは口を挟むんじゃないの。だからとことんまで話し合ったわ。それでキャサリンにはまた別の機会にパエリアを作ってもらうことにしたの。マーガレットとのディナーは別の日にするわ。伝統は必要だけれど、キャサリンがあなたたちと一緒に行きたいのならその方がずっと大事よ。ミセスブルーム、ええやつやん。ウーフー、やった、キャサリンが一緒に来てくれる。やったぜやったぜ。私の母は素敵よね。そうだね、やったぜ。あなたたちは楽しんでくれていいわ。最高の母親はちょっとあれだから、もうあの、うん、冷凍食品でも食べとくわ。オースティン、私が一緒に行けるってすごいニュースじゃない？みんなの衣装が必要よ。縫ってあげる。テンションマックスかお前。カリブ海から来た海賊みたいになるね。あ、そんな衣装作るの？でも衣装を作るなら布地が必要になるよね。大丈夫、手に入れてくるよ。来てくれてよかった。もう君を脱出させる計画を練っていたところだったんだ。どんな計画よ。窓から飛び出してロープを吊るすの？いや、母さんが、君の母さんを噂話で足止めしている最中に玄関から連れ出すんだよって感じ。そんなに面白くないけど、よし、こんな感じかな。よかったね、キャサリン行けることになったね。あとまだ布とかないのにもう作業すんのかな、キャサリン。そこで、あ、それともそこでぼーっとしたいのかな。ぼーっとしてるね。ぼーっとしてますね。よし、じゃあ今回はこれで終わりにします。キャサリンがぼーっとしてる。じゃあキャサリンをこうやって眺めたまんま今回は終わると思います。あ、飲み物飲んだ。続きはまた今度。それじゃあまたね、バイバイ。オースティンが笑っとる。